西年寺は、茨城県笠間市どにある、仏教寺院、浄土新宗別格本山、丹立寺院、浄土新宗の宗祖、神蘭はこの地で、教業新宗の政策を開始し草広本を、先術したと伝えられる、浄土新宗陸教会僧の聖地として、新宗門との数計を集めている。県営2年2月28日、法年の吉水教団門下の神蘭は、 上限の放難により、流罪となり、越国にウニフに配慮される。権略元年11月に、斜面の戦時が下る。斜面後も2年半ほど越後に止まる。憲法2年に、日立国稲田の領主であった、稲田黒を寄り主義の招きに応じて、吹雪谷と呼ばれた、この地に草案を結び、稲田の草案と呼ばれる。62、3歳頃に、帰郷する。東国における不況は、 約20年間にわたる。門弟たちの住所が、この草案を中心とした3 0トルの同心園内に、ほぼ収まるため、稲田の地を拠点とし布教したと考えられる。新蘭にまつわる伝承が残される地域の範囲からも先立ち、下宇佐、下津家の三カ国を中心に、広く、関東から東北まで布教を行ったと考えられる。西年寺諸星、よりしげ 要が、草案を、念仏道場として受け伝える。第四世、宗慶が、下元二年に、五二条天皇の行朝廷に放達し寺院となる。宇都宮や安綱の異名により再念時と事号を定める。本堂内陣中央の趣味壇場の宮殿内に、本尊阿弥陀如来立像を安置する。内陣より向かって、右側の本間壇場に、中祖神壇聖人御映像。 左側の本間壇上に、絵心二個五栄像を安置する。同じく右側のアマリカン団状に、怪奇、幼少人像と七高僧像。左側のアマリカン団状に、聖徳太子像を捧ぐ係する。単立寺院として、中立性を保つため内陣に特徴があり、大谷派と本願寺派の将軍を用いる。ありがとうございます。